二分金、二分金とは、江戸時代に流通した金貨の一種である。金座及び幕府関連資料に見られる、正式名称は二分版であるが、天保八年の一分銀発行以降は、二分金という名称も普及するようになった。なお、江戸時代初期中造の形状を二分半も存在するが、これは市中貨幣的存在であるとされる。また宝営小判は、 聖徳小版発行後は2分半扱いとなった形状は長方形短冊形である。表面には上部に大枠惑に53の切り文、中部に2分の文字、下部に53の切り文が刻印されている。裏面には密字の署名と顔が種類によっては右上部に鋳造時期を示す年代印が刻印されている。額面は2分であり、 その貨幣価値は1、2両、また8種に等しい。1種金、2種金とともに、5番、1分金に対し1両あたりの元有金量が低く抑えられ、補助貨幣的に用いられた。文政元年に初めて発行され、明治維新後の明治2年まで鋳造された。ちなみに、万円2分金1両分、2枚イコール明治2分金、1両分、2枚イコール。 新通貨単位1円金貨という貨幣基準で新貨幣単位円が定められたと言われている。これは2分金2枚の含有金量及び銀量の地金価値の合計が米国のの実質価値に近いことも関係していた。新聞2分版は文政元年4月10日1818 18年から鋳造が始まり同年6月10日より通用開始された2分版で裏には 解書体の文字が刻まれ、新人二部金とも呼ばれる。当時流通していた原文小判の1、2の両目であるが、品位が約14%低く出目獲得を目的とし、補助貨幣に位置すべきものであったが、翌年発行された文政小判は、マぶミ二分金と同品くらいで、両目が2倍であることから、文政小判発行を予告するものであった。 80年以上にわたり流通し、損傷が著しくなった、原文小判を無料で引き換えるという名目でもあった。金座における鋳造手数料である V チキンは、原文小判と同様に鋳造交戦料につき、手代重量、金座人重量2分、副書等量4両3分であった。通用停止は、天保6年9月末、1835年、であった。 総文二部版は、文政十一年十一月八日、1828年、鋳造開始、同年十一月二十七日通用開始とマブミと同じ文政年間発行であり、両目もマブミ二分半と同等であるが、品位はさらに下げられた懐中による出目獲得を目的としたものである。やはり裏面に文字が刻まれているが総書体となっているため、総字二部金とも呼ばれる。 分け一金は、真文二分半に同じである。通用停止は、天保十三年八月六日、1842年、であった。安政二部番は、安政三年六月二日、1856年から、鋳造が始まり、同年六月二十八日より、通用開始された。両目は、天保小番の一、二であるが、金品は一、三強に過ぎず、 定義に金貨としては、文政一種版に次ぐものであり、海中による出目獲得を目的としたものである。年代印は打たれていない。通用停止は、慶応三年六月末、1867年、であった。万円二部版は、万円元年四月九日、1860年より、鋳造開始され、翌日四月十日より、通用開始された。 二枚の両目では同時に発行された万円小判を上回るが、含有金量では劣る。名目貨幣で一両あたりの含有金量では、江戸時代を通じて最低のものであり、発行口は万円小判を遥かにしのぎ、金貨流通の主導権を握り、小判に代わり事実上の本位貨幣的地位を制した。勘定武行の小栗忠政は、幕府が慶応元年、 1865年に横須賀製鉄所の建設を計画した際、その建設費をこの2分半による海中利益で賄おうと企てため、小栗二部金とも呼ばれた。通用停止は古金銀停止の明治7年9月末、1874年であった。貨幣市二部版は明治元年、1868年、明治新政府が金座を接収し、 造兵局の開局までの経過措置として10ヶ月の期間中造されたもので、明治二部金とも呼ばれる。総中造量380万9643両2分のうち60万8000両はより金品くらいの低い、列位二分金との記録がある。金品は、 初期は170問目くらい、金25.88%で後に240問目くらい、金18.33%に変更されたとされるが、造幣博物館に展示されている。手本金では200問目くらい、金22.00%となっており、これが一般的とされる。さらに幕末から財政難の各藩による偽造に紛金が横行し、今日現存する銀代に、 私金し,したものがそれであると推定される。通用停止は、万、ま、延二分半と、同じく明治七年九月末、千八百七十四年であった。収集会ではこれまで、表面の二分の、分字の、止め分を、明治二分金、羽根分を、万延二分金としてきた。これは、銀代金メッキのものは、貨幣紙による、月位二分金と考えられ、これは、 留め分が多いからである。一方、造幣博物館に展示保存されている万円二分金の金品くらいの標準となる手本金は留め分であるが6かの3と記されており、他のものの現存が確認されていないことから決め手にならないとされてきた。しかし、これまで明治二分金とされてきた留め分は圧倒的に現存数が多く、こちらが発行口が多い万円二分金であり、 現存数の少ない、羽分は、貨幣史二分金、明治二分金であるとする方が整合するとの説が有力になりつつある。地方貨幣で二分の額面を持つ金貨としては、筑前二分金、秋田笹二分金がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。